越後石山駅。越後石山駅は、新潟県新潟市東区に所在する、東日本旅客鉄道、JR 東日本新越本線の駅である。当駅は、新潟市の石山地区、東区の中心部にほど近い場所に所在する。当駅からは、新津駅より乗り入れる、万越再線の列車も一部利用が可能である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。 駅構内には、古選橋など、両ホームを結ぶ連絡手段はなく、それぞれのホームが独立した構造となっており、駅舎横の地下道を利用する。新潟駅が管理する、業務委託駅で、西口の駅業務は、JR 新潟ビジネス、JNB が住宅している。東口の新津方面ホームは、無人となっている。新潟方面ホームの駅舎には、友人改札口、 自動改札機、二通路、切符運賃回収箱、自動券売機、タッチパネル式一台、指定席券売機、一台、自動販売機、お知らせ表、化粧室などがある。かつて有人改札口には緑の窓口が併設され、出卓業務も行っていたが、指定席券売機設置に伴い二千十年二月二十五日をもって出卓業務を終了し、現在は、 改札業務のみを行っている。業務委託駅のため、早朝、夜間は完全無人となる。ニ津ツ方面ホームの駅舎には、自動改札機、二通路、自動券売機、タッチパネル式一台などがある。駅の東西は、新潟市が管理する地下通路で結ばれている。西口ではロータリーを含む駅前広場が2015年3月25日より、強用されている。 新潟寄りには、白新線の東新潟駅と、新潟貨物ターミナル駅に通じる貨物支線各一本と、新潟車両センターへの連絡線一本が分岐しており、それら三本の線路が、下り線から上り線を介して連続して分岐している。このため、当駅から新潟寄りにおいて、事故や工事等の影響で列車が運行できない場合、新津方面の列車を当駅で折り返し運転させる。 ことも可能である。ただし、特に上り列車は当駅へ入線する際にポイントを複数通過するため振動がある。なお、当駅と東新潟駅を直通する定期旅客列車は運行されておらず、両線が接続する上沼水信号場での乗り換えも不可能なため、両駅間を往来する際は、一旦新潟駅を経由する必要がある。 2017年度の1日平均乗車人員は2063人である。各年度の1日平均乗車人員は以下の通り、当駅周辺は東区石山地区の中心地に位置しており、中央区中心部から続く市街地の東園に所在している。周辺は住宅地で家並みの合間には畑が点在し、外角部には水田が続いている。また、 東区と中央区、江南区の三業政区の区境に近接している。西口側には区役所や教育施設が若干数所在する。東口側には公共機関や JR 東日本の車庫、教育施設が所在する。東駅周辺にはバス停が点在し、新潟交通グループの路線バスと東区区バスが運行されている。運行情報は 運行便別時刻表、新潟交通、区バス、新潟市東区をそれぞれ参照。2018年4月現在では、以下のバス停と路線が存在する。東区区バスの市地区、湖南ルートは、社会実験として運行されている。当駅は1960年に旅客駅となって以来、東区石山地区の主要交通手段の一つとして、利用されている。 1976年4月、新潟方面ホーム川駅前に、新潟市の農業試験施設を兼ねた、植物園、新潟市園芸センターが開設された。しかしセンターの駐車場は、収容台数が少ない上に駅前広場もなく、駅舎に車両を直接乗り付けにくい、道路構造となっているため、慢性的に交通障害が発生しやすくなっている。また、 センター自体もすでに施設が老朽化している上、周辺では宅地化が著しく進捗したため、施設拡充が困難となっていることから、新潟市では、園芸センターの機能を中央区将棋の鳥屋の方南部地区と南区白根地区に分割して移転する計画を進めてお、全社は現在整備が進められている交流センターエリア、行くとピア食花の施設群のうち、 市民の緑花啓発に関する機能を中心とした新潟市食育花育センターとして2011年10月15日に店をオープンした。また校舎は農業、園芸に関する研究機能を中心とした新潟市農業活性化研究センター新潟市アグリーパークとして南区に移転をオープンした。アグリーパークは2014年6月オープン。新潟市は この移転計画立案にあたり、園芸センター移転後の跡地利用について、周辺住民を対象にアンケートを行ったところ、85%が緑地保存を希望したことを受けて、検討を進めた結果、2010年秋に、越後石山駅西口整備事業の計画案が公表された。すでに園内にある樹木を活用しつつ、公園や駅前広場を整備するほか、 指導を克服するなどして駅へのアクセス改善を図るもので、駅前広場は2015年3月に供用開始した。なお、新潟市、JR 新潟市社とも、この事業案においては、駅舎の改修、改築に関しては言及していないが、当駅は前述の通り、上下線のホームのおに改札口が設けられ、改札内のトイレは、 新潟方面ホームにしかなく、かつ地下道には、エレベーターやエスカレーターなどといった、バリアフリーに対応した設備もないため、高齢者や障害者に対する利便性が確保されているとは言えない状況にある。こうしたことから、石山地区の5つの小学校区ごとに設けられている、コミュニティ協議会は、連名で、越後石山駅協情化整備推進会を発足し、当駅を協情駅舎に改築して、 利便性を確保するよう、新潟市と JR 新潟市社に対して2012年から要望活動を行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。